こんにちは天馬アカデミー堀秀夫です今日は中国仕入れの商品を出品する際はカタログを作成しましょうというお話です。ノンブランド商品のカタログアイノりは危険です。カタログ見ててですねあの、相乗りがかなり減ってきてるねという印象を受けました。例えばね、これ2人いるなと思ってみたらね、まあ、カナダのアマゾンですけど、まあ、同じ人が2つ出してるだけと。 でちなみにこれね、えー、こういう出費の仕方は規約違反なんですけど、まあ、えー、FBA と自己発送とかね、えー、自己発送の地域ごとにこうに送料を書いて出すとか、まあ、これで特段罰を受けたというのはね、えー、聞いたことないんで、まあ、えー、運,営され運営上で、ね、今はこれは黙、まあうん、認というかね、まあ OK となってるんかなという気です。まあ、ところがね、えー、安全策を取って、 ま、規約を守るのはおすすめです。まあ、そもそも、利益額の小さい商品を自己発送で送るのは効率悪いですからね。ま、もっといい。えー、カタログね。例えばこれ。まあ、メーカーがね、出品者か自分でメーカーってことで、ブランド名は入れずにタイトル作ってるんですけど、後からね、証明書っていうのを作ってまして、まあ、これサイン入れて自分の反抗しただけですね。別に何の証明でもないんですけど、 えー、まあ多分ね相乗、えー、ああり出品者がいたらそいつの商品を買って、えー、証明書がいてないからこれ偽物だと、ねえー、いう形で排除してるんだろうというふうに、えー、考えられます、ねでまあ、中国商品ってですねそもそも同じ商品を、まあ、みんなで、ね、3D スキャンで型を作って、えー、あ,あそこのあの商品売れてるみたいじゃんっていうともう100以上のメーカーが ね、えー、作ってます。EU の店ってほとんどね、あれメーカーですんでね、えー、どっかのメーカーのそれぞれが売ってるわけじゃなくて、自分がメーカーなんですね。だからえっと、あの、8万、8万点ぐらいですかね、ある中が、まあ、全部がメーカーなんでね、同じジャンルのメーカーが、まあ、100ってのは少ないですよね。少なくとも100以上、えー、あるわけですから、まあ、誰の作ったね、同じ形の商品なんかわかんないと。 そういった意味じゃ、むしろ、あの、全く同じ商品を出すって方が、無理な話なんでですね、えー、偽物だって言われたら、それはまあ、えー、偽物というか違うわけですからね、えー、だって、ブランドでもなんでもないのに、本物だっていう証拠を出せって言われても、本物も何もねえだろうという気がするんですけど、でも実際にね、えー、本物だっていう証拠を出せと、来て、まあ、当然出せないんでね、アカウントはサスペンドのままというのもね、えー ブログなんかを見てると見かけます。まあ、なるほど、そんな感じでね、ちょっとまたアマゾンのこの買い乗り商品、カタログについての、えー、取り締まりのポリシーが変わったんであろうと思,思われます。コロコロ変わってんですね。日本とアメリカが違う運用されたりとか、えー、日本は日本でね、はじめはね、えー、ちょっとでも違えば別な商品という扱いだったのが、 えー、ガラッと、ね、180度変わって、えー、少しの違いは、えー、別な商品とは言えないとどっちなんだとどっちなんだっていうか変わったんですね、まあ、それがまた、えー、アメリカのように、ね、少しでも違えば別な商品というふうに、ね、変わった可能性が高いですアメリカ自身もその運用をね、えー、まあ同じに見えてもねすんごいダメな商品とまあいい商品とあるんでね まあ,それはあの出品者が違うか語は、カタログ分けた方がまあ実態には近いと。同じに見えるけど、性能が違う場合が多いんでね。ただ、そうは言っても買い物する人同じ商品がたくさん出てきたらね、うざいだろうというのがあるんですけど、多分それはねシステム面でカバーする、ある程度システムを組んでえ対応してるんだと思いますま。もとい、そういったいろんな事情があってですね、え、ー まあ何が一番重要かというと、相乗りは危険だと、以前にもましてちょっと危険度が増えてきてるし、オーストラリアアマゾンが始まろうとしてる今ですね、えー、危ないかもねというものをね、えー、わざわざやる、えー、必要はないというか、やるのはね、ちょっと避けた方がいいんで、まあ、中国商品を出す場合はね、えー、めんどくさいし、は、まあ、めのうちはね、えー、全然売れませんけど、まあ、して新規出品者が新カタロー薄くてもね、えー まず、なかなか売れないんですけど、分かった上で、えー、相乗りはやめといた方がいいと、ねえー。日本に住んでてね、ダイソー商品を相乗りするのは、えー、全然構わないです。なぜならダイソー商品はもうダイソー商品でね、偽物云々とっていう話がで出るわけがないんで、構わないんですけど、中国商品については、その、偽物だと言ってね、えー、ライバルを排除する方法とかに熱心に取り組んでる人がね、えー、アメリカでも増えてきてるみたいなんで、 まあこれはえちょっとリスクが高いなということでね、中国商品についてはもうカタログを作るという形でね、出品するようにしてください。またカタログの作り方とかね、この商品はどうでしょうと、このカタログ大丈夫でしょうかという場合はね、またご質問ください。1ヶ月前とかね、にまあ大丈夫でしょう、相乗りしましょうといった商品もね、今状況変わっている可能性があるんで、相乗りで出品している商品が ある方中国仕入れの商品でね、えー、出品してる商品がある方は、えー、念のため私に確認して、でえー、基本的にね、まあ、これカタログじゃ作りましょうという形になると思いますけど、中国商品は自分のカタログで売るというのをね、えー、原則にしてください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。